ていうのは現金 75% オフとかだと、すごいっすねこれ重いっすよやっぱり。ああ重いな、分厚いでしょ。で昔はこれで防風防寒までカバーしたんですよなんだけど今は例えばまあプロシェル、ここら辺ね仲良くすれば上は防水とここら辺防水と防風あればいいんで、ただ中ダメだとまた鎧を着るかっていう話で。これは何、プロシェル、プロシェル、うん、あ、なるほど。仲が良ければこのぐらいで大丈夫ってことですか。大丈夫です。こういうなガツガツしてなくてってことで、で中にむしろ足し算引き算した方が温度管理しやすいんですよ。なるほど。さっきのアコンカグアジャケット、あのノースのああいうの着たりとか、あれはまあ正確には着ないんだけど、インナーだなコード着ではあんまり着ないんだけど、もう動きやすさが全然違うと。そうですね。でとにかく冬のジャケットと夏のジャケット、雨具との違いっていうのは、ベンチがあってさっき言ったここの動脈から熱抜くような状態にしておくの。あ、これが必須なんですね。そう、そこが必須。はあ、暑いからね。なるほどね。暑かった時にこっから熱抜くのが一番効率いいんで。暑い時熱のままだと消耗しちゃうってことですか。うん、汗かいて冷えちゃう。ストップ&ゴーなんで、山登りってずっとゴーのまんまの人ってやっぱりいないんですよ。休憩した時にいかに汗びえしないかとか。あ、そうか、汗びえしちゃうのがダメなんですね。そう、一番困るんですよ。だから汗かかないのが一番いいんですけど。なるほど。絶対かけるんですから。そうか、そのためにこういろいろと工夫されてるわけですね。でももっと強烈なのねえの、うち今のミレーの結構出ちゃってるんですよね、意外と。意外と夢の 75% オフだから出ちゃってる。あとはもしかしたら3階にちょっと残ってるからキルトだから分かる、ちょっとサイズ違うんだけど。これ軽くていいんじゃない、これ。こういうのはいいっすよ。軽い方がいいです。なぜかっていうと、暑い時脱いで担がなきゃいけないから、その時重いとこんなの丸めてザック入れたらもうこれだけで来なかったんで。だから仲が良くなったからそうなったんだ。へえ。今でもそれはそれで需要あるんですよ。例えばスキーする時にオーバージャケットで林の中を歩くかね、やるって言って、こんなの行ったら一撃で枝で切れますから、それ鎧だから切れねえんですよあ、うちあんのこんなのでした。だから昔のなんで。そうだから、ちょっと昔だと今の現代風とはちょっとテイスト違うよね。昔の時代なんでこんなんです、多分。だからもう本当に1万円ちょっとぐらいで売るのはもう死亡フラグって言ってるけどお客さんがレジ持ってきたらお売りしますけども、おすすめどれですかって言われたら、現代は薄いシェルっていうのが。そういうことなんですか。はい、このフラグがですね。あ、これがこれは死亡フラグ面白いですねだからウェアも順に説明するんで、ウェアウェアだけで選ぶと5枚ちゃんと選んでもらえれば完璧なものが揃うんで。素晴らしいですね。